どうもこんにちは、こんばんは、いわです。稲妻イレブン前回の続きからやっていきましょう。はい、ということで前回キノちゃんがね、確か鉄塔へドームを救いに行ったんだよね。で、それでやばいってなって遠藤くんたちも行こうってことになって今に至るということで、まず鉄塔行きましょう。はい、では、ちょっと待って、今鉄塔着いたところだよ。それはさ、周りの人助けてやれよ。そんな大人4人かっこ1人に囲まれて誰も警察に通報しないだとか、どうなってんだここの鉄塔は。くくく、ドモン君よくも裏切ってくれましたね。お仕置きの時間ですよ。裏切り者は排除。へっ、俺はもう帝国にもライモンには帰れないんだ。俺はどうなったっていい。でもこれ以上みんなの邪魔はさせないぜ。かかってこいよ。いい度胸ですドモン君。我々に逆らったこと深く後悔させてあげますよ。やめて。とここでキノちゃん登場。アキ、どうしてここに。どうなってもいいなんて言わないで。みんなドモン君を探してるんだよ。ドモン君を助けるために。俺を。お、ここでみんな来るか。そうですよ、ドモンさんを話してください。誰もドモン君に触れてないんだけど。おとなし来た遠藤君。あれ、ちょ待って、ちょ、ゴーエンジいないと勝てない。そこまでだ不愉快先生。どうも話せ。え、遠藤さん。ふ、相変わらず生意気な。あなたたちのそういうところが私は大嫌いなんです。皆さんやっておしまいなさい。裏切り者は排除。ドモンは裏切り者じゃない。ドモンは俺たちの仲間になっただけだ。遠藤さん、今日こそここでサッカー部を廃部にしてあげますよ。来いよ、俺たちは帝国なんかに絶対に負けない。行くぜドモン。ああよし、ボコしてやるぜ。裏切り者、裏切り者は貴様らだ黒服。お前らだろ裏切り者は。謎の黒服ということで、ドモンさんいた。ドモンさんいたわ。お前せっかくなんだからちょっとさ活躍しろよ。久しぶりの遠藤くんのキーパーでやっていきましょうか。では、お、ドモン、ま、ドモン君バックトルネードの一つや二つ覚えてくれよ。ここかわしていくの、ドモン君、ちょっとかっこいいところ見せてくれよ。では久しぶりに遠藤君のゴッドハンド見ていきましょうか。さあここでと、まあまあシュートなんでね。止めていく。いやー、遠藤君っつったらやっぱゴッドハンドだね。さすが遠藤君、決まるね。遠藤君のゴッドハンドは決まる。ここかわせよ。オッケー、危ない。ここで取られたら、元も子もねえから。よし、ドモン、ドモンからの遠藤へのワンツー、これは決まった。遠藤、ここはちょっと予想外の展開。いけ栗松、よいしょ。どうだ水星シュート決まるか。まだ相手はキャッチしか使えないはずなんで。マジかよ、マジかよ栗松、お前だったか真のエースストライカーは。よっしゃ、ナイス栗松。後のライモンのキャプテンを務める栗松くん、さすがです。ではなんかもらえるかな。熱血ミサンガがもらえた。でドモンクがレベルアップ21。まあまあかな、21って言ったら。作戦失敗、退却する。お、覚えていなさいよ、あなたたち、あんたたち覚えていなさいよ。大丈夫ドモンくん。ドモン帰ってこいよ俺たちのところに。どこへ行くんだよドモン。帝国とライモン、俺はどっちも裏切ってしまった。もう戻る場所はない。でもお前は俺たちを助けてくれたじゃないか。それでも嘘をついていたことに変わりはないさ。けじめは俺が一人でつけるよ。バカ野郎、俺はお前を信じるって言っただろ。仲間を信じるってのはどこまでも信じ抜くことなんだ。俺たちはもう仲間なんだ、チームメイトなんだ。俺たちとサッカーしようぜ。ともけじめはそこでつければいいだろ。え、遠藤さん、おっと待ってくれ。見てたのか、あなたたち。見ろよあいつを。あいつらなら必ずこうすると思っていたぜ。あれこそお前たちが忘れちまった大輔魂そのものだ。あの言葉はバカモン響き、キーパーのお前がフィールドのプレイヤーを信じなくてどうする。一人でするのはサッカーではない、仲間とするのがサッカーなのだ。仲間を信じるというのはそういうこと。そして信じるということは相手を信じ抜くことなんだ。監督、
泣けるな、なんか泣けるな、なんか泣けてくるな。ここで来るのか、響さんたち。さあ学校に戻ろうぜ、帝国に勝つための練習だ。お前にも絶対付き合ってもらうぞ、ドモン。へへ、ああ任せてくれよ、このファンタジスタにな。よし、それじゃあ戻ろうぜ、俺たちのグラウンドに。響さんいないの？響さん来ないの？響さんこっち来たよね？え、響さん来ないの？おかえり、ドモン君。ああありがとう、アキ。俺なんとか今度は大事なものを守ることができるみたいだ。え、大事なものって？アメリカにいた頃の俺たちの友達、一ノ瀬との約束さ。ドモン、アキ、僕たちはずーっと一緒にサッカー続けよう、約束だよ。ってことで、なんか一ノ瀬がチャラ男に進化してたけど、一ノ瀬くんとの約束、ごめんな、お前にも辛い話なのに蒸し返してしまって。あの頃俺たちはあいつの背中を見るしかなかった。あいつを追いかけても追いかけても追いつくことのできない背中を。でも遠藤は違う、あいつは一ノ瀬の隣を走っているんだ。一ノ瀬、そして遠藤の背中まで見失ってしまったら、俺はサッカーを続ける意味をなくしてしまう。でもそうならないで済んだ、これからはあいつと一緒にサッカーをする、何があっても続けようって思うんだ。それが一ノ瀬との約束、果たすことになると思うからさ。ということで、また君たちは遠藤を信じて、待て、この昨日の表情可愛すぎるんだが。うん、そうだね。おい、早く来いよ、サッカーやるんだろう、ドモン。ああ、ファイト、ドモン君。私も一緒にサッカーするよ、アキ。ああ、よろしくな。響さんたちどこ？そういえば、結局新しい監督は見つかりませんでしたね。どうしましょう。まあ、マスター探せばいいさ。サッカー好きな奴らはいくらでもいるんだ。ということで、あ、いたわ。遠藤たちをライモンに返さないと。なるほど、入り口を通行止めする大人たちがここにいたわ。町田ドモン君。あれ、あなたはラーメン屋の？今の話、ちょっと聞き捨てならねえな。サッカーが好きな奴はいても、命を隠れる奴はそうそういるもんじゃねえ。そう、わしたち。稲妻イレブンの他にはな。なんかかっこいいな、かっこいいな、いびきさん。開けてくるよ。なんだって、稲妻イレブンのキャプテンっておじさんのことだったのか。やってくれるじゃねえか、お前ら。お前らの心がわしの心にも火をつけてくれた。よく聞け、遠藤守れ。今日からわしがこの響聖剛がお前らの監督だ。それじゃ監督をやってくれるんですね。ありがとう響さん。いや、響監督、わしの練習は厳しいぜ。絶対に帝国に勝つために極限の特訓をしてもらう。はい、望むところです。わしらが稲妻イレブンと呼ばれたその時と同じで特訓をな。相田さん、影山を倒すのはお前だけだ。行くぞ遠藤守、わしたちの練習についてこい。はい監督。そして俺たちは絶対に帝国を倒す。よし、それじゃあライモン中のサッカーグラウンドで待ってるぞ。準備ができたらここに来い。わしたちが限界ギリギリの特訓ってのを教えてやる。はい、それじゃあ行こうぜみんな。お、なに、あ、電話だ。この番号、すいません、先に行っててもらっていいですか。ああ、待ってるぜ、早く戻ってこいよな。起動かな。ん、どうした。さて、あとはあいつらだな。ん、鬼瓦、なに、お前おとなしいよ、ストーカーしてるって言ったら俺はただじゃおかねえぞ。お前、あなたは誰？試合が近づいてきたからって、そんなこと言っても騙されないんだから。もう電話してこないで。あなたはあの頃のあなたじゃない。あなたはもう私の知らない帝国の選手、木戸優斗なのよ。やっぱり木戸か。おっと、鬼瓦がいつまでを見てる。それは周りから見たらただのおっさんがストーカーだぞ。おい、準備をしてグラウンドに戻ろう。では響さん待ってるかな。お、響さん待ってた。いや、今左下にいる人がちょっと夏目に見えちゃったわ。よし、それでは今日から試合の日まで仕上げの練習を開始するぞ。準備はいいか坊主。よろしく響監督。それじゃあ行くぞ、時間の限り練習をする。それがライモンサッカー部だ。はい、よろしくお願いします。はい。響さんの特訓はそれから試合の日まで毎日限界まで続けられた。でもそのおかげで俺たちの実力はみるみるうちに上がっていったんだ。そう、相手があの帝国学園だろうと絶対に負けない、そう信じられることに。そして決戦の日がやってきた。今日はついに決戦の日だ。
わしに教えられることはもはや全て教えた。全力でぶつかり帝国を倒してこい。はい監督。よしそれじゃあ駅から帝国学園への電車に乗るぞ。待ってろよ帝国学園。さあ試合だ、駅に行こう。メールが2件、おなんか珍しくメールが2件来た。ちょっと待って、TP とか回復していこう。よいしょ。はい、では今回ここまでにして、では次回決戦帝国学園ということでやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。